ウエストハムステッド駅は、ロンドン、ウエストハムステッドにある、ロンドン地下鉄ジュビリー線の駅である。当駅は、キルバーム駅とフィンチリーロード駅の間にあり、トラベルカードゾーン3に属する。ウエストエンドレーンと呼ばれる道路のブローダースと、ガーデンズとブラックバンロードの間に位置し、ロンドンオーバーグラウンドノースロンドン線のウエストハムステッド駅から100メートル。 テムズリンクのウエストハムステッドテムズリンク駅から200メートルの位置にある。ウエストハムステッド駅は1879年6月30日にメトロポリタン鉄道がスイスコテージから延伸された際に開業、1879年11月24日にウィルズデングリーンに延伸されるまで仮の終点となっていた。1939年11月20日に メトロポリタン線スタンモア支線がベーカールー線に編入された際にベーカーストリート駅北の各駅停車もベーカールー線の一部となり当駅もベーカールー線の駅となったこの時にプラットフォームもロンドン地下鉄の標準的な構造に改造されたが駅舎は開業時のものが残されたベーカールー線スタンモア支線は1979年5月1日にジュビリー線に編入された メトロポリタン線の列車も当駅を経由するが停車しない。当駅は車椅子での利用には対応していない。2機の自動改札機と2機の自動券売機、出発口1カ所、自列車表示機、待合室、男女別の便所を備える。路線図では3つのウエストハムステッド駅は一体に表示されることが多く、各駅間の乗り継ぎは割引対象となっている。 三つのウエストハムステッド駅を一体化し、付近を通過する二つの路線にも、駅を新設するウエストハムステッド分岐点計画が提案されている。2008年には、当駅を経由するノースウエストロンドンライトレールウェイ計画が提案された。ロンドンバス139系統、328系統、C11 系統が当駅を経由する。ありがとうございます。